ララポート富士見の島内です。今回はララポート富士見に新しくできた施設を紹介していきたいと思います。今回も一緒に紹介してくれるのは同僚の小山さんです。小山さん、今回はどんな施設を紹介してくれるんですか？で、これしんちゃんやないかい。まあ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 、気は済みましたか、島内さん。まあね、お姉さん頑張ったよね、しんちゃんね、頑張ったよね。こんにちは、ララポート富士見の小山です。こんにちは、ララポート富士見の島内です。今日はララポート富士見に新しくオープンしたクレヨンしんちゃんオラの遊べる夢パークを徹底的に大紹介していきたいと思います。待望の施設ですよね。楽しみにしてました。クレヨンしんちゃんのこの常設のこのイベントのこう遊べるスペースっていうのは日本初なんですよね。本当にどの世代にも刺さる大注目の施設になっております。はい、それではじっくりと中を見ていきたいんですが、クレヨンしんちゃんの、まあ、しんのすけが見ているであろう夢の中のような世界というところで、こういったたくさんアトラクションがあるというような施設になっています。いや、これはファンとしては嬉しいですね。店長さんに出演いただきたいと思います。こんにちは、クレヨンしんちゃんオラの遊べる夢パークの店長鈴木でございます。よろしくお願いします。で、こちら店内の方入りますと6体の立像がございます。まずは入り口に入りますと、しんちゃん、ぼーちゃん、ねねちゃんがいらっしゃいます。またさらに奥の方に行くと、まさおくん、かざまくんがいらっしゃいます。またさらに奥の方に行くと、しろがいらっしゃいます。ねねちゃんのこの髪の毛まで再現されてる、うん、すごい、本当にかわいい。いや、実際にアニメのこう見てるキャラクターが立体になってるっていうだけで、本当にお子様すごいテンションめちゃめちゃ上がるんじゃないですか、ね、上がります。親御さんもこれ写真撮るのに必死になりそうですよ、ね、確かに。フォトスポットしてもお使いして構わないので。はい、チーズ。リアルおままごとが好きなねねちゃんにちょっと厳しく仕込まれている。いいんじゃないでしょうか。いや、もう楽しいですよこれ。同じ目線になったりすると思うので超人気になるんじゃないですか。続いてはこちら、アニメでおなじみのしんちゃんを送迎するこちら幼稚園バスでございます。いや、すごいですよこれ。リアルですね本当にね。こちらも写真フォトスポット的な感じでもいいですし、またお母さんも入れて2歳さん役みたいな感じで、はいはいはい、しんちゃんみたいな感じで待ってみたいな感じもできますんで、さまざまな遊びの遊具がございますので紹介したいと思います。いや、めちゃくちゃ楽しそうなんです。今日これ遊んでいいんですか？私たちもうぜひ体験してください。体験してレポートしてください。はい、いや、ちょっと待っていただきます。私どうしてもしんちゃんで遊ぶっていうところに気持ち入れていきたいと思います。はい、準備万端でございます。クレヨンしんちゃんでおなじみの赤 T シャツに黄色い短パンでやってまいりました。完全装備でやってまいりました。よく揃えたなって感じですけど、はい、どちらかといえば体操のお兄さんみたいな。はい、はい、こちらはですね、しんちゃんのくるくる新幹線となります。しんちゃんのおなじみのキャラクターたちが乗っておりますので、ぜひ体験してください。いや、もうめちゃくちゃ細かいですね。かわいい。うわ、そういうことか。なるほど。あ、すごい、すごい、回ってるね。全然危なくもないし、ね、一人でも遊べますんでね。はい、いいですね。続いてはこちら、しんちゃんのお尻ブリブリトランポリンでございます。こちらはしんちゃんのお尻をリアルに再現しております。二人でトランポリンできますんで、やばい。交互に飛ぶと結構跳ねますんでね。これやばい、これすごいな、はい、これすごいですね。おお。タイミングこちらはアクションビームネットでございます。ぜひこちらアクション仮面としんちゃんとブリブリダンと一緒に写真撮影などもできるフォトスポットでございますので、ぜひ。これ本当映えますね。続きましてはこちらですね、超ビッグキリンの滑り台となっております。結構高いですね。高いですね。高いところが好きなお子様多いと思うので、これ本当に楽しいと思います。おー、あー、いいですね。公園と同じくらいちゃんとしてる。はい、はい、続いてはこちら、チョコビ島の大冒険でございます。こちら、しんちゃんが大好きなお菓子チョコビを古代アスレチックにいたしました。またボールプールやボルタリングなどもございますので、こちら子供が体を使って遊べる遊び場となっております。これチョコビの中入れるんですか？入れる、入れます。いや、まさにこんな大きなチョコビがあったらいいなってしんちゃんが考えてたのに。小さいお子様にとってもお菓子の中に入るっていうのはすごい夢のような体験です。
はい、鈴木さん、はい、さっきから気になってたのこのデザインは何ですか？こちらはですね、チョコビ島を守るチームを結成した春日部防衛隊がワニ山に扮した夢パーク限定オリジナルデザイン、ワニ山5でございます。すごい可愛いですよね、それぞれのキャラクターが。可愛い、ワニ山さんを着ちゃったんですね。着ちゃったんですね。あのマサオくんのこの表情見てください。可愛いよね、もじもじした、ね、めちゃくちゃ可愛い。いやもうね、はい、こちらはねねちゃんのリアルおままごとコーナーでございます。すごい、アニメの中で実際におままごとが好きっていうことで、それにちなんだ空間ってことで、本当にこの素敵に細かく作られてるんですね。はい、ちょっとこうイラストがお寿司屋さんのしんちゃんとか、うん、ちょっとあとパン屋さんのしんちゃんとひまわりちゃんとかっていう、ちょっとなかなかレアなイラストですよね。こちらはひまわりと白のベビーエリアになります。こちらは18ヶ月以下のお子様がメインで遊べるエリアとなっております。はいはい、あ、かわいい、ちっちゃい子喜びそうですもんね。喜びそう、すごい。ちっちゃいお子様からするとさっき映してたような遊びはちょっとまあ難しいかもしれないけど、ここでも遊べるので、本当にあの家族で、はい、複数お子様がいるご家庭でもまあ遊んでいただけるっていうのがこの施設の魅力ですよね。そうですね、幅広く遊べる。はい、こちらが双葉幼稚園エリアでございます。アニメでおなじみ双葉幼稚園の中をリアルに再現しております。わ、すごい、すごい、幼稚園の制服、制服、女性用もありますね。家族で全員着れる、はい、こちら塗り絵もできる、こちら、はいはい、すごい。ちなみにこの塗り絵の時に使っていただくペンもクレヨンしんちゃん仕様なんですね。動き回ったりするのがちょっと疲れたなとか、あとあんまりちょっと動いて遊ぶのが苦手だなっていうお子さんとかはこういうところでね、楽しむこともできるので、はい、いろんなこう楽しみ方ができますよね。はい、こちら夢パーク限定のフレームございますんで、ぜひこちら、はい、まあ、そうですね、これ一緒にポーズやりたいですね。はい、というわけで撮り終えました。あ、楽しかったです。いや、これ楽しかったね。ちょっとねデザイン重視のものにしたんで、このキャラクターが映ってて、僕らはあのマサオくんのポーズを真似てみました。はい、これ家族で撮ったりしたら本当にね、すごい一生の思い出になりますよね。はい、こちらはしんちゃんの関連グッズを販売しておりますファンエリアでございます。入場料無料でどなたでも入れるエリア、はい、こちらはどなたでも無料で、はい、これこのためにららぽーと富士見に来るって思う、本当にそうですね。はい、双葉幼稚園の塗り絵コーナーであったクレヨンペンですね、実際に超えますね。アイマスク、かわいい、アイマスクです。これアイマスク、いろんなキャラクターのやつがあります。見てください、やばい、めちゃくちゃかわいいです。いや、これかわいいね。実は当店オリジナル限定デザインのワニ山5のグッズがあるんですよ。こちらですね。うわー、すごいかわいいですね。この店舗限定のデザインということですか。すごい、本当にいろんな形で描かれていて、それぞれの色があって、すごいやっぱかわいいですね、本当にイラストがね。この店舗でしか買えないということですよね。はい、ちょっとそれは気になりますね。はい、島内さん、たくさん紹介してきましたが、このスポットいかがでしたか。テンション上がりすぎてちょっと遊び疲れちゃいましたね。ちょっとね、疲れちゃいましたねでも、はいはい、お子さんと一緒に親御さんも楽しめる楽しい施設だなと思いました。子供たちは本当にパワフルだと思うので、全然ここ1日過ごしても飽きない、本当に楽しいエリアだなと思いますね。本日紹介したこのクレヨンしんちゃんオラの遊べる夢パーク以外にも、ららぽーと富士見には親子で楽しんでいただけるスポットがたくさんございます。このららぽーととお客様をつなぐ場所としてこのチャンネルを育てていきますので、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。